ご来場のお客様、ご来場のお客様、大変長らくの間お待たせをいたしました。それではお送りをいたします。第2部美容師を早速の開演です。トップステージお送りをいたします。元気な男女友人のステージお送りをいたします。世の
会えると思っていたが、けれどもようやく虹を見た。あなたの瞳に虹を見た。君こそ命、君こそ命、我の命。歌が上手に。あなたを本当は探してた。この世にいないと思ってた。信じる心をなくしていたが、けれどもあなたに愛を見て、生まれて初めて気がついた。君こそ命、君こそ命、我が命。あなたを本当は探してた。その時すでに遅かった。どんなにどんなに愛していても、あなたをきっと傷つける。だから離れていくけれど、君こそ命、君こそ命、我が Yes, sir.
Thank you.
初恋を濡れる下月はこぼれる涙もいてついてしまいそうでございます。この身は琵琶湖の鶴と切れようとおさんは身も心ももうへれども、今のお前は誇りやない、このおさんの夫や。この世がためならあの世で、あの世で盗まれるとございます。
Thank you.
Thank you.
雪吊りが一生もの
ずはなんつきな史上大変
をいたしました。お月清清最多賞座賞橘大五郎をお送りをいたします。いつの日にかきっと会える。座賞たとえ今は一人沈んでいてもあなたが生きているとただそれだけで明日という日を忘れない。
Thank you.
Thank you.
3日間のゲスト出演でございます。立花芸館の舞台に花を添えていただきます。勝木夢座長でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、金曜日お芝居の日ということでございますので、夜もお芝居がございます。6時から開演させていただいておりますので、ぜひ昼見ていただいたお客さん、よかったら夜も残っていただいて、6時から残りでございます。応援よろしくお願いを申し上げます。ご来場いただきまして、誠にありがとうございました。最後は劇団メンバー紹介。まずは、副座長、立花良二。大阪出身でございます。こんにちは。こんにちは。なんか元気ない。こんにちは。はい。こんにちは。はい、こんにちは。立花鶴太郎です。四条ライム、北条美希。こんにちは。おお、立花せいや。17日誕生日イベントでございます。立花たつき、劇団の新人でございます。今日は夜の部踊り出てます。はい、夜踊り出てますんで、ぜひ見に来てやってください。立花幸喜、ゲスト出演、かつき夢人座長です。そして11日、いよいよ明日、明後日でございますね、誕生日イベント、お忘れなきをお願い申し上げます。座頭、立花、こんにちは。こんにちは。座頭、立花小次郎、最後いきますよ。我らがリーダー座長、立花大五郎。ありがとうございました。夜は6時からやってます。皆さんぜひ見てくださいね。お願いします。後ろの皆さんもぜひ頑張ってください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。今からお見送りさせていただくんですけど、入り口、出口2カ所あるんですけど、こっちに劇団員が並んでますんで、皆さん結構恥ずかしがって、こっちからスススって帰っちゃうと思うんですけど、ぜひこっちから帰ってください。せっかくですから顔を見て帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。